はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。まもなく4時ですね。12月は22日の金曜日でございまして、千代田区は7度ですね。この部屋はですね19度。ちょっと寒いかなという感じでございますけども、さて、大紀元ですね。ですね、これは昨日出た、おとといかな、20日に出て昨日更新された記事でして、中国は孤島経済となる、まあ、孤島ですね、絶海の孤島の孤島ですね。孤島経済というのは、要はこう世界から切り離されてしまうという意味でしょうね、きっとね。と唱えた中国経済専門家、アカウント停止にということでございまして、はっはっはーって感じですね。先日、中国の著名なエコノミスト、著名なんですか、郭龍氏は、中国の対外経済について、強い警戒心を持ち、搾取されないようにと呼びかけた。現在、郭龍氏のアカウントは投稿停止となり、コンテンツは全部消されているという。おう、著名なエコノミスト。森拓さんみたいなんですね。森永卓郎さんみたいな。ある日ですね、お前も、赤の天使とかって一切発言できなくなると。大変ですよね。まあでも著名なエコノミストって日本いっぱいいますよね。著名でないエコノミスト何人か知ってますけどね、私も。いっぱいいすぎるんで、エコノミストって。さて、ですね、これ読めない、この後読めないですけど、こう読んでいきましょう。郭龍氏は動画の冒頭で、動画で言わはったんですか。中国経済は海外から隔絶された孤島経済となり、自国内だけで経済活動をする内循環、内循環ですかね、に追い込まれる可能性があると担当職人に指摘している。なぜなら国際貿易や外国投資など外循環にまつわるいくつかの数字がほぼゼロに激減しているからだと。あ、そうなんですか。郭龍氏、郭龍氏によると中国に訪れる外国人観光客は新型コロナウイルスが大流行する前の2019年第一四半期には370万人以上が国外から中国に渡航したが、2023年第一四半期はわずか5万2000人。って言ってまだ第一四半期っていうのは、1、3月でしょ。まだゼロコロナ解除した瞬間ぐらいだったじゃないですか。それは減るわな。で、ちょっと飛ばしまして。外国人が中国に来なくなったということは、外国人観光の産業チェーンが崩壊したことを意味するだけでなく、1970年代と同じように中国が再び国際的に孤立し閉鎖的な状態に陥りつつあることを意味している。まだそこまで言い切るのは早いような気がしますよ。ただ中国の空港って今ものすごく寂しいんですよね。改革庫、我々は外国人投資家の撤退を常に心配している。実際外資の撤退よりも外国の顧客やビジネスマンが中国を訪れなくなることが問題だ。彼らはメキシコ、ベトナム、インド、インドネシアに行った。パンデミック前、米中間のフライトは毎月3800便以上。そんなあったん？すごっ。1日平均100便以上飛んでいたが、現在では直行便が1日にわずか4、6便しかなくなった。それはなんというか、アメリカ政府はね、あんまり行くなって言うてるんですよね。なるべく行くなって言ってるんですね。郭龍氏は過去70年間中国の対外貿易黒字の 70% は米国との貿易によるものだと述べ、戦争も流行もない時代で米中間の直行便が1日4、6便しかないことは何を意味しているのかと問いかけている。統計によると昨年第一四半期中国への海外直接投資は1012億ドルですね。しかし今年の第二四半期中国企業の海外投資は49億ドル、まあだいぶ少ないですね。
と激減し、1998年の東南アジアの金融危機以来の最低値となったと。ふーん、ちょっと飛ばしましょうね。最後、鶴竜氏、旧名陳守耕氏、著名なエコノミストであり、中国の有名な研究、投資研究プラットフォーム、鶴竜、読めへん。よく出てくる字なんですけどね。の創設者である。25年の国内投資経験を持ち、リサーチ部門と投資部門のディレクターを歴任し、管理資産規模は1000億を超えている。1000億元ですか、元だとすると2兆円ということです。すごいやん。A 株、香港株、株式、米国株式など国内外様々な投資領域において豊富な経験を積んでいる。現在は新鮮閣僚、読めへん、新則会議有限公司の当事長兼社長を務めている、まあ、経営者ということですね。その前ちょっと言いますと、最後に閣僚氏は、中国は過去数十年間グローバル化の最大の恩恵を受けた国の一つであり、中国の生産能力の 60% 以上が対外市場向けであることを改めて強調したと。閣僚氏は、中国が海外と断絶する道を歩み、中国経済を再び孤島経済となったら想像を絶する結果を招くだろうと警告し、抜本的な改革をしなければ大きな損失挽回で、損失挽回できない損失を被ることになると語っていると。現在閣僚氏のアカウントはまだ投稿停止状態で、コンテンツは全部消されていると。なんて言いますかね、今の中国のやり方っていうのは、こういう不都合なですね、真実をですね、こう、訴えるものは片っ端から消していくということですね。まあ、この閣僚さんね、まだその辺で息してたらいいんですけど、軟禁状態に陥っているとかですね、もうすでに拘束されているとかってあればですね、お気の毒ですね。ただまあ、おっしゃってることはよくわかります。どんどん孤立していってますね、中国は。1980年代までは中国孤立してましてですね、かなり貧しかったです。何度も申し上げますけど、私83年に中国に行きました。その時まだ車より圧倒的に自転車の方が多かったですね。北京の大通りをですね、自転車がブラーッとこう走っていく中身は壮観でしたよ。何が起こったかと思いましたけど。で、僕らはバスで移動してたんですけど、まあ車の少ないこと少ないこと。まあ、あの時代に中国が戻るとは思いませんよ。戻るとは思いませんけど、今の習近平さんのやり方を見ているとですね、非常に危ういものを感じますし、なんであんなアホなことしてんやろうと思って、で、誰もそれを止めないわけですね。独裁体制になってですね、どん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 やばい方向に行ってるわけでして、あそこまで、貧しい国に戻らなくてもですね、そこそこやばい状態までには陥る可能性があります。中国は過去にですね、大躍進運動とかですね、文化大革命とかって、国ごとをですね、狂ったかのように間違った方向にですね、突っ走ったですね、歴史があります。そういう点ではですね、もうなんていうか、私らがこうですね、ちょっと納得できないような、理解できないようなことが起こりうるのがあの国なんですよ。なんでですね、まあ、どうでしょうかね。孤島経済、孤島とまではいきませんけどもですね、外資はどんどん引き上げて、外国人は行かなくなるという状態に今なりつつあるのは、一つの一面の事実だと思います。そんなところにね、日本人が5万人もおってですね、どうするんでしょうね、ほんまに。台湾が始まったら本当に、それこそ本当にこの先生が言うように、孤島経済がですね、さらに進化するという状況になるんですよ。そうなった時にですね、どうなるんでしょうね。まあまあ、あれですけども。まあ、とりあえずはですね、このですね、大躍進。表のアドレスですけども貼っておきますんで、これね、有料記事になって、でもただね、何だったかな、これは読めへんのか、お金を払えば読めます。
というと今私どうでしょうね、5割ぐらい読んだんちゃうかな。500円で1ヶ月お試しとか書いてありますね。はい、一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。